どうもどうも、ルールカです。今回は、スキルシードの稼ぎ場所として、まあ、期間限定ではあるんですけども、みんなでリミットオーバー、ここの一番上で、上層ですね、をちょっとお勧めしようかなと思って動画を撮っております。みんなとリミットオーバー合ってるよね。みんなとリビットブレイクだ、間違えた。この、天空湖スザク。ここが、スタミナ6で、レベル135、実機のレベル135まで上げても、スタミナ、危険度が 2.5 なんですよ。ここで、しかも経験値が1700ぐらい手に入るのかな。なので、レベル上げもできるし、シードも稼げる。単色、今単色しか私入れてないんですけど、ここで何回かこれでフルオートで回してます。大体1周に1回ぐらい必殺技ゲージが溜まったりとかするんで、まあ、竜騎士とか踊り子とか学者とかだと、まあ、虹のエレメントとか作れたりとか、あとは回復としてアビリティだけじゃなくて不要シードを吸収することで回復することができるんで、おすすめはまあ三次色取ったりする勇気とか踊り子とかでやると楽です。フルオートでも全然いけちゃう。であとはスコアがやっぱり結構20万はいきやすいですね。最後のアビスの4体の構成で多少、なんだろう、構成次第ではちょっと苦戦する場合もあります。土シードしか持ってないんで、土のシードしか持ってないから、土のシードには苦戦、土のアビスには苦戦するんですよね。最初に攻撃するのが違うのであれば数を減らす。たまに並びが一番最初攻撃するところに土のアビスがいたりする。そうすると気がつくと全員が変質を使ってたりとかしてて、もう非常に辛いことになる時があります。さっきそれで一回死にかけました。結構こういう感じで安定して20万近くまで。これでいい。稼げ。こんな感じです。はい。で、まあ念のためもう一周いっときますか。で、じゃあ1776。まあ、これも多分スタミナ6で考えればまあまあいいと思います。で、難易度も正直言うと3章後編のやつよりはやっぱ低い。シパーフ、あ、間違えた。シパーフで戦おうかなと思ってたんですけど、シパーフ強すぎて、まだ。だからちょっとアビリティのレベルとか上げてこなきゃなーと思ってフラフラしてたら、ここにやっぱたどり着きました。シパーフだとね、まあ土シード集めらんないんですけどね。ここが土だともしかしたらここで殺技ゲージ溜まるかもしれません。
が美味しいんだよね。なんでこんな土ばっかりやってるかというと、今アサシンを育ててるからです。アサシンのために10万シードぐらいこう土を集めないといけないので、これでいい。これでやっと変わんなかったか。でも4万6000スコア、ただひたすら殴ってるだけで4万6000スコア。よかった、連続で土じゃなくてたまにあるんですよ。ここでたまるとここで使っちゃうよな。手加減なし。なぜかカード使ったの。これはよくわかんないんだよね。攻撃移植1色しか持ってないんだから、不要色はどんどん食べていってほしいんですけどね。まあでもこんな無駄な戦い方してても全然余裕ですからね。はい、こんな感じですね。さっき20万ちょいで、今回は24万と。結構安定してると思います。で、構成によっては、こうやって12倍で、1000超えられるんで、探索サード、以前、あ、サードじゃないか。あの、忘却のエルドラド。以前私が紹介した忘却のエルドラドよりも稼げます。はい、あとはまあまだファントマ集めてない人はここでファントマ集めもできるんで、私のデッキ構成だったりとか、まあ、ジョブの状態だったりとかお伝えすると、ドラゴンロードですね、一応全部解放したところですね。で、まあ、そんなどっか、それ以外は紹介するようなもんないか。ヨルムンガンドが星4。で、あとは星3の、グラシャラボラス、ノーム、なんだっけこいつ。スキッピーじゃなくて、レプラコーン。ね、はい、早くアースバーストを8にしたい。限界突破欲しい。じゃ次のキャラバトルコラボで、あの火アレスと同じ火の単発攻撃のやつで、あの限界突破付きが、あの出るみたいですね。
まあ、それが非常に楽しみです。アレス結局手に入れられなかったんで、よっしゃーって なりました。はい、でこんな感じで、もうアビリティのレベルも上げながらシード集め、単色シード集めできます。明日の23時59分までなってますんで、ぜひお試しください。どうもルール課でした。バイバイ。